今回はですね、スマートフォンのお買い得情報を紹介したいと思います。まあ、これはちょっと偶然見つけたんですけれども、まあ、意外や意外、結構お買い得じゃないかなと思いますんで、紹介したいと思います。それはですね、結構安いイオシスですね、結構スマートフォンでは有名な、あまあ、中古とかですね、買い取りとかで有名なイオシスなんですけれども、まあ、そこでお買い得なスマートフォンを見つけました。で、なんで私がイオシスを見たかというと、これはちょっと余談ですが、 まあ、あのね、ギャラクシーの S22 ウルトラっていう端末があるんですよね。で、海外のレビューとか見てるとめちゃくちゃカメラ性能が高くて、いや、これちょっと欲しいなっていうことで日本で売ってるところを探して、イオシスで売ってたんですけど、162,800円だったんですね。イ、e、ートレンとかでも確か売ってたんですけど、まあ、値段は似たようなもんだったかなと思いますが、非常にやっぱ高額で、えー、欲しかったんだけれども、さすがに162,800円はなっていうことで、 えー、すいません、これは思いとどまりました。まあでもね、このイオシスで、この海外シムフリーランキングで、1、2、3とこのね、ギャラクシーの S の22とか21とかね、こういう高額な、もう10万円を超えるような端末が、 このね、ランキングの上位を占めてるっていうのすごいですよね。まあなかなかイオシスらしいって言いますかね。イオシスってこういうね、海外の結構人気な端末をまあ輸入して販売をしていたりするんですけども、まあなのでこういった高額端末もイオシスでは結構ポンポン売れるということなんでしょうかね。で、まあ今回紹介するのはこの端末ではなくて、まあこれを探しに来て、ここを見てて、このね、ランキングっていうのがあったんで、まあ結構こういったランキングを見るのが好きなんで、これを見ていたら、このね、 国内シムフリーランキングとか、全カテゴリーランキングとかって、ここを見ていたら、なんと、このランキングには出ていないんですけれども、結構ね、お買い得な端末だったんで、紹介したいと思います。それはですね、シャオミ d m ドミノート11ですね、えー。この端末は最近日本で発売された端末です。だからこれは日本版ですね、国内版ということです。まあ、これが17,800円の税込みです。 これは結構安いと思います。ただ、これは使用されていない開封済みの商品ということなので、まあ、未使用品ということなんですけれども、やっぱり新品ではありません。まあ、そこは注意をしてください。まあ、ただ一応使ってないものなんでね、えー、まあ、気にならなければ17,800円っていうのは結構安いと思います。まあ、定価が確か24,800円ぐらいだったかなと思いますんで、まあ、いろんな割引等あってですね、 えー、あったとしても、なかなか17,800円にはならないと思います。で、まあ、グーシムセラーとかね、まあ、いったところ、要は、MVNO の回線とセットで買えば、これよりもちょっと安いぐらいの価格で買えたりとかですね。あと、MNP とかすればあ、もっともっと安くなるとは思いますけれども、まあ、一応これはね、そういった回線の契約が必要もありませんし、まあ、要は本当に買えばいいっていうね、買い切りのタイプになりますんで、まあ、それで、まあ、17,800円っていうのは結構、 を買いいじゃないかなかと思いますでねレドミノートイレブンについては、まあ、最近本当にね、えー、発売された、まあ、日本国内では結構新しい端末になっていますので、えー、これがこの価格だったら安いと思います。えー、ただ、保証がやっぱり6ヶ月しかないっていうね、ここはまあなんでしょうねやっぱり未使用品とはいえ、あの一応開封されているというところがあって、まあ、保証がやっぱちょっと短いのかなと思います。 で、この端末3種類ね、あるんですけど、どうも3種類売ってるみたいです。ただ在庫はね、めちゃくちゃあるっていうわけでもないんですよね。えー、現状10何台とかそのぐらいなので、まあこれはもう近いうちに売れてしまうんではないかなと思います。たまに用紙ってね、めちゃくちゃなんか大量に仕入れして何百台とかっていう在庫あるのあったりするんですけど、これはそんなにね、えー、ありません。まあどういった理由で出てきたのかわかりませんけれども、まあ最新の端末が結構安く売ってるというところでは、結構おすすめの商品の一つになっています。 で、このさっきのね、レドミノートブンですけども、結構そのランキングではし下の方にあるんですね。59位とか。結構お買い得なんで、もっと上位に来てもいいんじゃないのかな、なんて個人的には思ってるんですけど、あんまり売れてないっていう感じですね。で、もう一台私がいいなって思ったのは、あ、ここにもありますね。45位。えー、いいなと思ったのはですね、こっちの方が売れてたんですけども、どこだったっけかな。あの、モトローラーの端末ですね。あ、これだ。モトローラーの元 G50。19,800円。 まあこれも、この価格だったら、まあ安いかなとは思いますね。ただこれも未使用品で、やっぱり開封済みと言いますかね。まあちょっとした分けあれ商品になってますんで、価格は安いんですけれども、えー、まあ一応未使用品と言いますかね。新品では一応ないということになります。それでも1キュッパだったら安いと思いますね。それでは参考程度にですね、グーシムセラーの方で価格を見ていきましょう。レドミーノート11ですね。当然こちらはもちろん新品ですけれども、まあ一応回線とセットで、 まあ、16,630円。まあ、こちらが安いっちゃ安いですけども、回線をね、契約しなきゃいけないっていうことです。まあ、MNP の回線があれば、まあ、これ最大ですけどね、まあ、どこまで安くなるかわかりませんが、15,000オフっていうことなんで、まあ、かなり安くなると思いますけれども、まあ、さっきのものについては、そういったね、回線の契約は、あの、必要ありませんので、まあ、回線を契約してもいいっていう方は、こちらの方が当然いいと思いますけどね。まあ、回線が契約できない方、もうすでにグーシムセラーでブラックになっている方は、まあ、医療室の方が安く買えるのかなというところです。 で、さっきのモトローラーの方も見てみましょうか。モトローラーは、これね、G の50。これも16,501円ということです。まあ、これも,もちろん回線とね、セットになりますけれども。まあ、それが回線抜きで1キュッパだったら、まあ、やっぱり、あの、高くはないと思いますね。結構安いんじゃないかなと思います。それではね、シャオミーのね、一応楽天の公式のショップで見てみましょう。一応24,800円。これ定価ですね。まあ、一応公式のショップなんで定価で販売をしています。 ただ今、楽天のまあセールがやってますんで、こういったものを含めると、いくらかと言いますと、こちらですね10、10%オフプラス最大23倍、この辺はちょっとね、なかなかならないと思いますけれども、一応48時間ということで、結果から言うと10%オフプラス1000円ということでしょうかね、2日間限りということになります。一応、レビューすることによって、 で、まあ、先着100名だからね。ま、あこれはちょっともらえない可能性が高いと思いますけども、まあ、もしかしたらなんかイヤホンももらえるかもしれません。えー、で、結局のところ、21,320円ってことですね。だから10%プラス1,000円オフのクーポンで、まあ、21,320円ということなので、まあ、やっぱりね、その良質の方が、あまあ、いくらか安いということです。ただ、あんまり価格差ないかな。 そうなってくると、もしかしたらね、このぐらいの価格差だったら楽天で新品買った方がいいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。で、あとこれプラス、ここにはあのポイントが出てませんけれども、えー、当然ね、楽天のポイントがつきますんで、まあそういったところを考えると、まあどっちがいいかなということですね。まあ価格重視で考えるであれば、利、まあ、用しすの方が安いとは思いますけれども、まあ多少の価格差であれば新品がいいよということであれば、楽天の方もちょうど今セールやってますんで、 まあそんなにね、えー、価格差はまあないのかなと思いますんで、お好きな方で買ってもらえればいいと思います。ということで今日はですね、結構安いヨーシスで、えー、新しいね、シャオミーの端末が、あまあ何らかの分けありか分かりませんけれども、まあ一応未使用品ということで安く出ていましたので紹介させていただきました。 まあ結構安いイオシスはですね、私はあんまりあの購入したことがないですね。そんなに使ってる方ではありませんけれども、まあ結構ですね、今これ全カテゴリーランキングというところを見ていますけれども、やっぱり中古とかですね、まあどこかの業者さんから大量にね、流れてきた在庫等をですね、大量に買い付けて、まあ結構安く売ってるということで、まあそういった新しい端末が安いっていうよりは、なんかこういうね、面白い掘り出し物みたいなのが見つかるショップだと思いますんで、 まあ、たまにチェックしてみるのはいいのかなと思います。ただ、このランキング見てもですね、例えばこれ、エクスペリア AU のね、6980円の中古のね、タブレットが1位に来てるっていう、なんとなくその、客層が普通の客層と違うって言いますかね。なかなかマニアックというか、あーね、なかなかこの中古のエクスペリアタブレットが、あの、一番売れてるショップってそんなないと思うんですけども、まあ、そういう部分でやっぱり面白いのかなと思いますね。2位がこの、えっ、ー、と、マヤシステムの ジェットフォンっていうんですかね。なんかクラウドシムかなんかに対応してた、ちょっと癖のありそうな端末だったと思うんですけども、やっぱりこれも、まあぶっちゃけ売れてなかったんでしょうね。在庫が大量にあって、多分いいお湿に流れてきたということで、まあ割り切って使う端末でシムフリーでね、1万1800円だったらっていうことで、まあまあ売れてるんじゃないかなと思いますね。まあ面白いですね。1位がこのタブレットで、2位がこのジェットフォンで、で3位がこの なんですかシムフリールーターですかねしかもなんかディスプレイがついてるってやつですよね。まあでもこのシムフリールーター4980円で未使用品だったらなんかそんなに悪くないような気がしますね。ただディスプレイがついてるんで、まあ通信状況とかね、えー、通信状態とか確認しやすいですけども、やっぱりバッテリーの消耗とかやっぱね、ディスプレイがついちゃうと、まあ、大きかったりですね。あと落とした時に割れてしまったりとか、まあそういう取り回しの悪さっていうのもあるんでね。まあこれはちょっとまあいいのか悪いのかわからないんですけども、 まあでも4,980円ということであれば、なんとなく面白いかなと、まあ、面白いかなと。あの、欲しい方って言いますかね、シムフリールーターを探した方には結構安く手に入るんで、まあいいんじゃないかなと思います。まああとは iPhone があったり、ギャラクシーのタブレットの法人モデルなんてあるんですね。全然こんな品番聞いたこともないんですけども、まあまだまだね、こういったちょっとマニアックな端末が、 結構売ってるということで。でも安いですね。9000、楽天ハンド、9980円とかね。ああ、これもありましたね。これなんか au 改正に対応してるとかっていうなんかシムフリーの端末じゃなかったでしたっけ ?1800 円。ちょっと高いと思いますけどね。これ1800円で買いますっていう感じはありますけど。<laughs> うん、でもなんとなく面白いですよね。ちょっと普通のショップでは考えられないようなこのランキング。1位から10位まで見ても、非常にこう偏ったと言いますかね。特殊なランキングになってるんじゃないかなと思います。こういったランキングの中でさっきのね、 ある種、普通のショップでは一番売れそうなね、レドミノート11が全然上位に来てないっていうね、不思議なランキングなんですけども、まあ、これだけね、やっぱりその、イオシスの、まあ、客層って言いますかね、非常にマニアックな客層なんじゃないかなと思いますんで、まあ、そういった掘り出し物を探してる方には結構面白いショップだと思いますんで、えー、たまにはね、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。